Thank you.
2つぐらいかけてください。はい、汁から出ます。入れるとき。まだこっちは。あれ。深海のトライマンかな。いやー、ええとこチャンス。わー、すやな、こんなにしとるとね。お姉ちゃんがなったら、用意するよ、用意してください。Yeah.
実際に創業しましたので、ね、これは一応の古代のたたらということで、モデルは8世紀頃 ね、の方法なんですよね、はい、ですから、創業時間も、8時間とか10時間程度なんですけれども、私どもが今やって保存伝承 それと同時に作りましたと周りは電気の当初に供給するわけですけれども、はい、それはですねやはり江戸時代中頃にですね、日本で製鉄が始まって約1000年の歴史がある、ね、そこで省略されたやはりたたら製鉄 の技術なんですね、
ですからこれはそれのまあ保存燃焼ということですから、はい、まあ、創業に入りますとですね、まあ、事前準備2日ぐらいかかりますけれども、創業に入りますと、まあ、三昼夜ですね、三昼夜ずっとそれをその創業を継続してですね、まあ、最後にできたですね、約3トンばかりの大きなあの毛なんですね、鉄の塊を取り出して、でそれを今度破砕選別しましてね、全部の当初に、まあ、お届けしているということでございますね。まあ、タタラ製鉄の保存伝承はですね、これはやはりそういう、まあ、技術の保存伝承ということで文化庁の関係もございますが、12名でね、この技術の保存伝承を進めております。はい、やるってもできなくはないですよね。よく綺麗にすれば46なしの